おはようございます。はい、おはようございます。本日非常に私もそわそわしております。そうですね、やっと来たね。来ました。半年ぶりですよ。はい。今日はね、納車です。バイクの納車ということで、まあバイク結構いろいろ今までね、持って所有してるんですけども、初めての新車のハーレーです、今回は。ハーレーを購入して、まあ限定の車両なので、結構時間も探すのも時間かかったりして、やったんですけど、注文して半年間、まあいろいろありましたよ。やっと今日、今もう揃えてるということで、ちょっとまず見に行こうか。で見て、その後いろいろちょっと触りながら、そうです。ちょっと語っていきましょうか。はい。はい。初めての新車ハーレー。見に行こう。よろしく。Let's go, man! でかすぎる。でかすぎる。やばいっすね。すげえ。ほんまアメリカやん。かっけえ。ツアートラみたい。ツアーのトラックっぽいっすね。これ めちゃくちゃ目立ちますね、この車。そうですね。すげえ。でかすぎますね、これ。ハーレーのこの中では軽い方なんだ。これでですか？うん。綺麗やな。ボディ用の接続なんですけど、はいはい、こちらが、まあ、あのスイッチになります、はい、であの iPhone 持ってる方でしたら、はい、電源入れて、はい、Bluetooth で出てくるんですね、はい、Bluetooth でそうですね、はい、で繋がりましたら、まあ、あの試しに音楽流していただいても大丈夫です。音楽？まさかスピーカーが6フォードのへぇー、ちょうどいい。流れた。おぉすげえ。最近のバイクこんななんですか？限定車ですよ。そうですね。すごい。で、こちらキーレスのコーヒーになります。キーレス、はい、あのお持ちいただければ近くに寄っていただければあのエンジンかけられます。キーないんです。キーなしです。え、キーはない。これだけ。そうです。で遠ざかっていただければあのかかります。ロックが。そうですね。え、すげえ。え、これスペアあるんですか。一個だけ。一個だけです。はい、やばい。あともう終わりですね。怖っ。ライトともう無理やろ。絶対無理です。初日で、はい、ライトとかも普通に消えちゃうってこと。そうですね、あのこちらのボタンで、全部やっていただいて、ちょっとあの誤差があるんですけど、これオフにしていただくと、まだちょっとついてるんですけど、時間が経つと消えると、はい、消えた。でこれでセキュリティも今かかります。でこちらのキーなんですけど、はい、こちらに鍵穴が、はいはい、鍵穴、はい、でこのハンドルロックいただいて、ハンドルロックは鍵なんや。そうです。そりゃそうか。それはもうハンドルロックだけの鍵ってことですか。そうです。あ、そうなんだ。じゃあ2つ持っとかないと。こちらのバックね。バックの、はい、はいはい、鍵でもありますね。ハンドルロックとバックは一緒ってことですか。そうですね、はい。これとこれくっつけとかなきゃいけないか。そうですね、はい。これで四国一周したいと思ってて。これは楽しいですね。いやいやいや、来ましたよ。似合うかよな、足。お、もうビンビンじゃないですか。ちょっと写真撮ってみましょう。ガッツリなってる。いや、もうパーフェクト状態じゃないですか。いきますね。パーフェクトウーマン。パーフェクトウーマンですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。しかし今日は花粉がすごいね。はぁ、あ、目が。今日はマスクをつけてやらさせていただいております。はい、わかります。はい、ついに
ついに納車です。見てこれ。何日待ったかい。もう11月に購入して届きましたよっていうことでアメリカから見に行ったのよ、東京まで。でビリ行ったんだけど、まさかのそこでエンジンをかけたら、ちょっとエンジン壊れてたのよ。ああ、なるほど。はい。そう、故障して、その部品が届く届かないの話があって、はい、そこから3ヶ月です。待ちましたね。かなり待ちました。で、今日やっと3月、3月6日が今日。はい。今日いい日やね。納車記念ですね。そうよ。で、ようやく届いたと。もう、渋すぎじゃない？かっこいいですね。めっちゃでかいっすね。でも、そんな重くはないの、ね、あ、そうですか。うん、これ、何 cc に当たるんですか？1923cc ということで。1923cc。化け物です。でかいっすね。モンスターやね。ちょっと俺、1000超えるバイクってそんな乗ったことないと思う。昔、あのハーレーも乗ってたんだけど、はい、ここまででかいのは初めてかも。ハーレーは今までずっとあのショベルを乗ってて。緑色のやつですね。そう、ショベル、あの3台4台ショベルは乗ってたんだけど、はい、ショベルしか乗ったことなかった。ショベルが80年で、はい、結構生まれ年だったってことで。あ、そういうのもあったんですね。で、それ乗ってたんだけど、はい、これは2022年モデル。新しいですね。そう、アイコンコレクション。新車を買うこともそんなにないんじゃないですか。じゃないよね、現行車。そもそもインジェクションのエンジン、はい、いわゆるキャブ車じゃないのはバイクではあまり乗ってない。最新のバイクは初でございます。ただこれ購入する前に試乗とかっていうのはしてない。あ、してないんですか。そもそもこれ限定車で、はい、世界に1500台しかない。世界に1500台。で、日本には139台だな。へえ。で、日本中の、まあ、各ディーラーさんがあるじゃん、はい、ハーレーのディーラー、はい、で、日本の各ディーラーに1台ずつぐらいの割合で全部抽選なんですけど、はい、で、もうこれを見た瞬間に欲しいなと思って。しかもよく抽選に受かるようになったので。そうですね。やっぱ日頃の行いが良かったのかな。徳を積んでた甲斐がありましたね。また変なコメント来てディスられるから。かっこいいよね。で、さっき聞いたけど見てこれ、鍵がないんだって。これだって。やばい。普通これ刺してさ、はい、エンジンかけるじゃん、はい、鍵がない、キーレスって車や。最新ですね、本当に。ちょっとエンジンかけてみますか。うわ、ぜひお願いします。前回かけた時は壊れてたからさ。ですよ。本当にこんなはずかも。え、エンジンはそのどっかボットスイッチみたいなのがあるんですか。これでしょ。ボタンが多すぎる。エンジンどうやってかけて。行ってみましょうか。はい、お願いします。なるほど、そうですか。もっとうるさいかと思った。なんか昔の乗ってたのはほぼ直感だったからか。うるさくて、これぞハーレーって感じだけど。やっぱあれだね、キャブ車じゃないからこう三拍子は打たないやつ。ああ。だってこだったまったら、ここも最新って感じだね。そうですね。なんかさっき説明でどっかにスマホが充電できる USB もついてるっておっしゃってましたね。ここに USB があるらしい。これここに
これがあるからここに携帯でね、はい、ナビとかつけて、あ、充電しながら、ここで、あ、 ETC もちゃんとついてる。もう何を頼んだか覚えてないのよ、その時に。確かに、まあそうなりますよ。何が何だよ、これでもヒートグリップっつって、はい、冬に来ると思ってたから、はい、あったかくなるのよ、自動でグリップが。あ、すごいですね。なんだけど、もう春だからいらないじゃん。ただそのヒートグリップのスイッチすらも全然知らないね、はい、本当にじゃあ触りながら覚えていくって感じなんですね。いや、説明してくれよって話なんだけど。ETC は本当にどこに来たの、なんかあんのかな、説明しようって話。じゃあちょっと一つずつ探していきますか。そうだね、それにバッグあるの、何これ、バッグの中になかったの、かっこいいね、これもさ、パカーンって開かずにゆっくり開くの、ダンパーついてて、おお、すごい、あ、こういう、そして高級感、高級感です。これはこれはね、これ外せんの、あ、なるほど、バッグ外せる、スタイリッシュになる、へえ、ただ ETC がどこにあるのか、いや、ないよ、これは重たい、めちゃめちゃ重たい、いや、見るからに重そうですもん。でもこのシリーズでは軽いとされてるらしいんだけどさ、これで軽いんだともう恐ろしいですね。このシリーズ乗ったことないからさ。かっこいいなぁ、見てん、このヘルランプとか。僕もそれ思いました。ここ渋いよな、これどんな光り方するのかも気になりますね。そう、でもなんか俺ウインカーはあまり好きじゃなくて、これが、おぉ、すでにもう変えたいと思ってたのよ、ウインカーをですか。なんだけどこれ多分、はい、ま、フロントを変えれてもリア、これごと変わっちゃうんかな、このステイが何かあるんやろな。あ、これセットだもんな、ここは。あ、ワンセットだからですね。前だけ変えるんかな、みんな。全然オープニングでこれ何の車種かも言ってなかったよね。いや、大丈夫です。大丈夫。ローライダー ST L ディアブロって言って、はい、さっき言ったアイコンコレクション、はい、1500台限定の1台という。だからかなり貴重なバイクではある、ね、そうですね、うん、もう販売もされないです。これはもうないだろうね。だからアイコンコレクションはこの一つ前から始まったらしくて、はい、あの年がね、はい、だから2022年ってことは2021年からこれまで販売したハーレーの中で受け継がれていくのが、はい、まあ、出るらしいんです。お、人気だったとかさ、はい、その昔のハーレーをモデルにして今の現代風に作り直した、はい、だからこういうここのアイコンマークとか、あ、そこ思いました。普通にはないっていうリミテッドエディションですね。そうですね、限定ってことです。普通のハーレーじゃない、まあ、L ディアブロ、ディアブロって悪魔だな、はい、ここが悪魔の角になってるらしいです。あ、確かに角と尻尾が書いてありますね。こういう、はい、H と N が角で D が尻尾です。D が尻尾で、これを全部さっき明るいところで見ればよかったけど、はい、このピンスト、はい、この線もあるでしょ、はい、塗装も1500台全部職人さんの 手で、職人の手でやってる。1台ずつですか。1台ずつ違います。うわぁ、このラインもこう書いていくわけよ、筆で。それは職人さんがね、よーく見たら分かるんだよ、手で塗ってんだなっていう、こういうこのラインとか、ちょっと一回ここで止まってる塗装のさ、ゴールのところとか、あーで止まってるでしょ。あ、止まってますね。ちょっとシート下見てみましょうかね。なかなかね、これ合ってるのかな、六角じゃないよ、こうくんですね、この下に、ね、おこの下に ETC ないよね。ないですね。こうなってるんですね、ここ本当にないよ、ね、100% あると思ったの。でもこんなとこにわざわざさ、あ、ETC はつけるはずないんだよ。よし、分かったわ。見つけたんですね。ということで ETC カードの場所分かりました。結局どこにあったんですか。この中です。え、
この中に仕組まれてるそうです。それは分からんわな、開けんじゃな。あ、ここ開けないといけないんですか。ちょっとロックぐらい見てみようか。わかんない、まあ、隠す場所がなかったってことだよね。そうですね、うん、さっきエンジンかけたからさ、あっちいいな。平行、あー、こうだね。おー、はいはい、で、ありました、これですよこれの中にあるんだね。これは抜けばこういうこと。あ、そんなところに。こんなんでいいの逆にこんなポトポッと入れる感じでいいのかなとりあえずつきました。おめでとうございます。はい、でヒートグリップに変えたってさっき言ったと思うけど、はい、これもスイッチどこにあるのかな。僕ヒートグリップなんかないじゃん、旧車に。ないです。そんなハイテクなものはないじゃん。はい、なんかどこあるんだろうと思ったらまさかのこっちでした。ありました。こっちは見たんやけどな。なんかボタンでもあるのかな。こっち大丈夫した。これを回すだけでいいらしいです。あ、簡単ですね。まあでも今からもう春でしょ。はい、使わないよね。回すことはないです。回すことはない。でももうすでにカスタムしたい、カスタムしたい場所があるんですね。そう、もうハンドルはこの辺にあげたいでしょ。多分乗る次第はこうなるってことよ。はいはいはい。この足の場所なんかポジションはね、ペダルの、ああ、ハンドル変えたらまた変わってきますもんね。ハンドルがちょっと上げたいね。2インチとかはちょっといろいろパーツを見たいよね。7キロとかしか多分走ってなかったから7キロ、鳴らしが、はい、700とか、はい、うん、まあ1000キロぐらい走ったらエンジン系やりたいよね。おお、そう、チューニングをちょっとしたいなと。まあそれはまだまだ先の話になる。鳴らしがいつ終わるかっていうまだ走ってもないですもんね。走ってもない。ただやっぱね、あのつなぎ、クラッチのつなぎとかが、はい、それをすると違うらしくて。へえ、そう、だから速さとか言えれば、はい、そう、もっとスムーズな動きになれるように。なるほど。ミラーもなんかあんまりこの形に合わせてもうちょっとこうなった方がいいのかとか、はい、結構カスタムパーツがいっぱいあるから、でこれも急にクロームメッキじゃん、はい、黒の方が良かったり、気づいていくと多分止まらないタイプじゃあ変えるとこめちゃくちゃありますね。マフラーももう少し大きくてもいいかなと。マフラーも鳴らしが終わってからでもいいかな。うん、初めてだよ本当に現行バイク。だから多分もうもしかしたら戻れなくなっちゃう可能性もある旧車に。まあそんなことはないだろうけど、多分これはこれの良さがあるし。そうですね、旧車は旧車の良さがある。そしてスピーカーがついてるって、ね、思いました。 Bluetooth がつながるバイク、すごいですね。すごいよね。これ限定車じゃないとこのスピーカーはついてこないんですよ。普通の ST にはスピーカーはない、はい、そのスピーカーキットだけで12、3万とかあったりするだからもう11月にお金払ってるから、はい、結局いくらだったのかも覚えてない。もはやですか。時間が経ってしまって、時間経ちすぎて今日だから3回目でも見るの。それはちょっとだいぶ待ったんで乗りがいがありますね。もうお疲れ様でした。いやちょっとびっくりしてるね。そうですね、このデカさに、綺麗さと、はい、で今日はまあちょっと納車した日なんで、ちょっとこの後まだ仕事もありますんでね、はい、すぐには乗れないですが、ちょっと次ツーリング動画も撮りたいんだけど、うちのメンバーは全員国産じゃん、はい、Z とか CB とかだから、はい、俺だけハーレーだとどうなのって話なんだよね。まあ、ちょっと今度撮りましょうよ。ぜひお願いします。ツーリングどんなもんか。はい、これはいいよ。多分相当楽だと思う。高速とか最高でいいの。ウォートフルーズついてるから、はい、設定スピッてするとここフルーズをオンってね、はい、これでスピード上がっていくんだよ。え、そこで上がるんですか。でオンにすれば自動なの。ほえ。そのまんまハンドル持ってくだけ。わ、すごい。高速では使える。へ、車にもついてるんだけど、100キロであればここでポチッと押せば100キロで走る。すごい、そんな便利機能ついてるんですよ。さすが最新です。
じゃあちょっとツーリングはもうちょっと先になるかもしれないですけど、スーさんにカブでついてきてもらうっていう。スーさんのカブでもこの同じ赤色だけで話にもなんない。そもそもあれ高速走れんよ。ということでね、はい、今回念願のローライダー ST、はい、エルディアボロですか、こちらを購入したということで、ちょっと皆さんにお知らせしました。ありがとうございます。次はじゃあツーリング動画でお会いしましょう。でもまだオースティンもまだ撮ってないんで。そうですね、これはこれ可愛いですよね。これちょっと見たいですね、じっくり。これでキャンプは前行ったけど、はい、オースティンキャンプも行ったよね。いいですね。やりたいこといっぱいですけどね。はい、体は一つしかないんで、はい、ということで皆さん次回はツーリングで動画撮りますので楽しみにしててください。ありがとう。オフィシャルファンクラブ清木場組清木場モバイル、最新情報をいち早くお届け。ここでしか見られないファンクラブならではのコンテンツを配信中。ファンクラブ限定イベントも開催。詳しくは概要欄からオフィシャルサイトをチェック。皆さんぜひ、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いします。ゼウー。